はい、皆さん、バンドです。あさりです。最近ね、ちょっと滋賀ね、エクストリームだったじゃないですか。エクストリームだった。なんかすごかったよ。チャリ漕いだり、ニンニンしたり、はい、わけわかんないことがね、そう多かった。そう、大変だったんで。そう、皆さんもきっとね、何してんだこいつらってまあそんなんなんでね、はい、今日はまったりね、琵琶湖があるんで湖畔キャンプしようかなっていう。素晴らしい素晴らしいよ。ちょっと湖でね、キャンプやれることもまあないんで、はい、まったりね、はい、キャンプしていこうと思うよ。はい。おーおー、重量なのね。そうだよ。120円だ、安っおー、綺麗だね。綺麗だな。もうめっちゃ綺麗やん、琵琶湖。わあ、いい道だな。ねえ、綺麗。二人で見たさ、景色には負けるけどさ。そうだね。やっぱり車もでもいいな、なんか。ねえ、綺麗。なあ、右足ひねるだけで進んでいくから楽だわ。俺やっぱりね、チャリは良くないんだよ、こんちゃん。良くなくはないよ。車でいいよ、車で。いやいや、違う違う、チャリはチャリの良さがあるんよ。あ、白ひげ神社だ。本当だ。綺麗だね。神々しいな。なあ。さよなら。さよなら。バイ。ありがとうございます。めっちゃいいって。おー、広いな。広いね。やべえやべえ、ワクワクするぞ。ほら、ワクワクするぞ。おー。おー、湖畔だ、湖畔だ。おー、いいね。綺麗。いいですね。綺麗ですね。おー。おーい。おいいよ、こいちゃん。かっこいい。あー、落ちてた。気持ちいいな。気持ちいいね。すごい、めっちゃ綺麗。完璧じゃないか。ねえ。勝ったな。勝ったな、これ。今日は勝った。今日は完全勝利。ありがとうございます。ポッタビ。よっ。キャンプ、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 キャンプ。ん？先輩、今日休みですか。今日休みですか、先輩。今日のオフです。かしこまりました。あの床下にあのキャンプ道具あるんで、すいません、オフのとこすいません。え？キャンプギア、キャンプギア。ないです。ここ私の。すいません、キャンプギアが。よいしょ。センキュー。センキュー。よいしょ。よっ。はい。よいしょ。よいしょ。オッケー。よいしょ。はい。たまらん。気持ちいい。ご飯最高だ。気持ちいい。めっちゃあそこで寝てるわ。よいしょ。水きれいですな。いいですな。言うて暇だな、一人だとな。めっちゃ暇だ。あちゃー、暇でござる。よかったね。よかね。なんだこれ。絶対なんか隠してん。隠してないよ。ない。あ、何これ。ラボハイレーでマカロン買ったの。あげない。いやいや、ない、いらない。暑いね。楽しそうだな。うん、楽しい。わしは今日スーパーで買ってきたからな。よいしょ。おい、今日今から男のキャンプ飯披露してやるよ。ってことは、ここに行っていいってこと。好きにしてくれ。嘘だよ。水だよ。いいよ別に。何？おい、男がやるんだよこういうキャンプ飯っていうのは。そうだよ。そうだよ。言葉に甘えて。あいつめ。まあ任せろよ。本当に？絶品鍋作ってやるよ。やったー。嬉しい。嬉しい。よかったー。よいしょ。よいしょ。ほほほほ、ここの。手作り札幌一番を。よいしょ。というわけでね、サクッとね、札幌一番塩ラーメン使ったガリバタ鶏塩鍋を作りやす。えい、チャッチャチャッチャチャッチャチャ。よいしょ。せい。ほ、よいしょ。ジローやん。うう。うう。よ。いい匂いする？すごいな。おー、ちょっと琵琶湖が危ねえ。
あ、なんか荒れてきた、あいつ。どうした、どうした。女心だよ、こいちゃん。琵琶湖の女心。そうそう、秋の風ってやつ。バリバリ春やねん。お酒、水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 、塩、白菜。おお、白菜。オッケー、グッバイ。よ。おお、いいですね。火薬。あ、絶対うまい。絶対うまいこれ。ニンニク。バターを。よいしょ。ごま。ガリバタ鶏塩鍋。札幌一番塩ラーメン感がある。できたぞ、あいちゃん。食うか。食べようぜ。ガリバタ、ガリバタ、ガリバタ、ガリバタ。完成です。おー、おいしそう。ガリバタ鶏塩鍋、いい匂いする。うん、匂いはもうね、ポロ一番、ポロ一プラスニンニクみたいな。行ってみよう。行ってみよう。鶏肉は規定量の2倍入れたからな。めっちゃ入れたやん。いただきます。いただきます。うまっ。バターいい感じ。バターでまろやかになってるね。うんうんうん。で、ニンニクでちょっとパンチが効いてるみたいな。でも琵琶湖すごい。そう、もうね。さっきの穏やかさ、どこ行く？これ見ます、これ。すごい荒々しいんですよ、今。あんなに穏やかだったのに。冬の日本海みたいになってるから。おぉ、これはこれはバター入ってる、ほぼ塩ラーメン。違う違う、アレンジしてるから。アレンジ決まってますから。うい、オープン。おー、ラーメン。圧倒的量。ラーメン。めちゃくちゃ麺。シールどこ行った？吸った。吸った。なんか見栄え悪っ。あれ？塩焼きそばみたいな。なんでなん？そういう時もあるよ、こいちゃん。なんでなん？そういう時もある。いただきます。いただきます。なんか重いぞ。めっちゃ吸ってるぞ、麺が。重量感じる。うわ、バケモンじゃん。すごいな。うわ、1日1回失敗しないといけないみたい。うちのチャンネル何こ、なんか成功したことある？1回でも。いただきます。おぉ、こういう。おいしいよ。ありがとう。大悪感。すごいね、なんか。なんか、海水でラーメン入れましたみたいな濃さある。寒いな。普通に寒いな。なんか思ってたキャンプと違うぞ。弟、じゃあ帰ろうかな、私は。しょっぱいラーメンとシェフを残して。この時来てくれた。まずキャンプした時リベンジするよ。ありがとう。用法用量守ればうまいです。はい、僕あの適当にやってるだけなんで。ごちそうさまでした。よいしょ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 、うい。いや、オッケー、大量だ、大量だ、とったぞ。真っ暗だよ、もう。なあ、もう暗いな。キャンプ場来て何やったってお前。お前、バケモンみたいなラーメン食ったら。美味しかったよ。ありがとな。ありがとな。よいしょ。なんとかなんとか。そうだな。なんとか。火に耐えてる。琵琶湖穏やかになったかな。よいしょ。どうだろうね。開けてみよう。よー。真っ暗。わ、でも、わ、いいじゃん。でも音がいいね。ASMR じゃん。風も少なくて音も静かだね。なあ。よし、寝るか。いつもの道の駅と一緒なのよ。道の駅と一緒なのよ、ここで寝た。なんでだよ。よいしょ、ちょっと探検に行ってこようかな。おお、なんかいい感じ。なんかいい感じ。うん。探検に行ってくる。いってらっしゃい。
気をつけてね。帰ってきた。どうしたのこいちゃん。夜の琵琶湖怖い。なんか不安になるね。そっか、夜の海とか不安になるもんね。じゃあおやすみ。なんで不安になるっつってんだろ。やばい、虫がやってきた。光に虫がやってきた。俺に集まる。俺が虫を引きつけるから、あとその隙にドア閉めるんだ。わかった。俺は虫を引きつけるから、そのうち早く。果たして何しよるお前は。ホラー映画の子やん。しっかり払ってね。バッチバッチ。いや全然ついてきてね、全然ついてきてね。何してんの。俺が引きつけてるから、これで早く閉めて。いっぱいいる。やばいやだ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 。パンチ見た。何してんの。つかめ、いけ。オッケー。トゥトゥルルルルルルル。虫が蚊みたいのが。というわけで皆さん、なーに虫が。じゃあまた、はい、バイバイ。というわけでね、キャンプ楽しそうだなと思った人は思わないよねこれね。今日は思わないね。思った人はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回、バイ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 。